宮城山福松は岩手県西岩井郡山木町出身の元、大相撲力士第29代横綱本名は佐藤福松大阪相撲最後の横綱でもある1895年2月27日に岩手県西岩井郡山木町放題で生まれる幼少期から大きな体格で馬車が溝に落ちて動かなくなると 安々や,やすと持ち上げて、父を助けたという。家業だった乗り合い馬車と農業を手伝いながら、村相撲で活躍していたところ、1909年に、日立ちやまたに上門の一個が岩手へ巡業に来た、際に力士に憧れ、志願して入門した。同年6月場所において、故郷、岩手県にちなんだ岩手川の四湖名で、初土俵を踏んだ。 1912年5月場所にて三段目に昇進すると、床山に対して、当時は許されていた大井町を言ってもらって、喜んでいた。そこへ、幕下力士だった、九州山十郎がやってきて岩手川の大井町姿を一目見るや、この野郎、聖域だ、と殴られ、岩手川は当場所限りで脱走した。しかし相撲への情熱が冷めることはなく、 さらに、岩手川の素質を惜しんだではの海の勧めで、高田川平野へ加入し、宮城山と名乗って幕下から再出発した。1916年6月入幕で発でい勝ぱ敗、一応。1917年1月に関脇昇進を果たしい勝ぱ敗、一応、1月場所豪大関に昇進。現人を決する、技巧派の取り口には、定評があり、大関在位は十場所。 1921年3月に開催された東京相撲との東西合併工業の初日に因縁の九州山との対戦が組まれ、これに勝利したが、支度部屋から部屋へ帰る直前に羽織り、袴姿の九州山が訪ねてきて、昔の無礼を詫びたため、真意を受けて和解の握手を行った。1922年1月場所に10戦全勝を果たし、 大阪ズモの力士としては四人目となる横綱免許が吉田塚酒から授与された。ところが宮城山が横綱に昇進する直前に表層を発症し、以降は休場が続く。特に1923年から1925年までの成績は七勝二敗一分五十九で、さらに1923年9月1日に発生した関東大震災で9、 両国国技館を失って苦しむ東京相撲との合併の話が持ち上がり、番付統合を行うための合併場所が1925年から1926年に開催された。この合併場所において大阪相撲の力士は、東京相撲の力士より力量が劣ることが判明し、大阪相撲で大関を務めた高熊外五郎は、前頭九枚目、金城山雄吉は、 全頭10枚目に置かれてしまい、一人だけ、東京相撲の力士と互角に対戦できた真鶴、周五郎は、全頭非頭となった。大阪相撲では、圧倒的な強さを誇っていた大関陣が、東京相撲の力士と対戦して敗れ、全頭界に据え置かれる状況に、宮城山の東京相撲の力士に対する実力も、周囲から不安視されていた。さらに、宮城山は、 横綱昇進直前から昇進直後にかけて休場ばかりが目立っていたため、正式な横綱とはいえども、周囲の不安は募るばかりだった。その不安は的中し、宮城さんの実力は合併場所通算3回の出場で11勝10敗と散々な成績で小結び程度と判定された。それでも宮城さんは大阪相撲時代に、 吉田塚先から横綱免許が授与された正式な横綱であることから格下げすることができず、やむを得ず、張り出し横綱として編入させた。なお、これによって大阪相撲が消滅したため、宮城さんは大阪相撲で最後の横綱となった。大阪相撲と東京相撲が合併してから、初の本場所開催となった1927年1月場所では、 常の花監視に敗れただけの10勝1敗で幕内最高優勝を達成し、次の同年、3月場所では先週落に常の花の全勝を阻み、大阪相撲の面目を保った。しかし、治病の表層は感知しないまま、1928年10月場所において9勝2敗で2度目の優勝を果たしたのを最後に支配を抱くことができず、1931年、 一月場所は、初日から藤野里、栄造、新海美雪き造、玉碇沙太郎、山西木善次郎と4日連続で金星を献上する事態となり、さらに3度目となる解禁負け越しを記録、この場所が最終出場となった。現役引退後は年寄り、白玉を襲名し、勝負審判を務めた。親方として柴田山部屋も経営したが、 幕内力士を育てることなく1943年11月19日に腎臓病と脳出血を併発して死去した。48歳を打つ。弟子は全員が高砂部屋へ引き取られ、宮金弘が小結びへ、島西木博が全島まで出世した。東大合併五円満寺、ABCDEFGHI、大相撲ジャーナル2019年3月号。 P59、大井町を言うことは関取になった証とも言われ、幕下以下の力士から見れば、大井町姿は憧れだったが、当時は古参の力士でないと遠慮して言わないのが慣習だった。現在では、大井町は十両以上の関取が、本場所の取り組みや、清掃で式典に、出席、参列する必要がある場合に言うが、幕下以下の力士でも、 断発式などでは大井町を言うことが許されている。以前は、若島健志郎、大木子森上門、大西木大五郎の三人がいる。なお、現存する大阪相撲時代の写真では、大木戸と宮城山の両者が占めている横綱は、寄り方が逆である。なお横綱による初日からの4連敗は、それから87年後の2018年、11月場所における。 犠牲の里広島で出なかった。小島定時、横綱増氏。ありがとうございます。